はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ。これなんだこれ。鳥取の二十世紀梨、チューハイ。これレアでしょ。近くのね、ようわからん、スーパーにありました。何これって思ったね。鳥取産の二十世紀梨のチューハイ。果汁が 11%。ものすごく怪しいです。これなんだこれ。フォントがひどいんだけど、この。ホラーゲームとかにあるフォントなんだけど。ホラーフォントなんだけど。なんか誰かが殺されたみたいな。フォントなんだけど。アルコール度数 4%。果汁が 11% と高いですね。原材料名が、日本梨、各20世紀梨、果汁と醸造アルコールと加糖ブドウ糖液糖と、トレハロースと、香料とクエン酸となってます。トレハロースって言うと甘味料ですよね。わざわざ甘味料とか書かずに、トレハロースと書くっていうあたり、なんか、何かを感じるね。甘味料が入ってたのか。まあ、いいや。ネタとしていいや。こんなの売ってるの見たことないわ。ふらっとね、行ったらね、なんかね、そこのね、スーパーなんかおかしいんだもん。なんか、業務用スーパーっぽいんだけどね。なんか謎のね、露店みたいな、半露店みたいな感じ。いわゆるその、自動ドアみたいなのないんすよ。一切。もう、風吹きさらしのところに、もう、まんま、あるんだけど。で、今日、そこ行ったら、俺ね、一個探してるのがあって、あれ欲しい、白もつが欲しくて、白もつね。いわゆる小腸と大腸とかあるじゃないですか。豚の白もつが欲しくて、それで、もつ煮にしようと思ってたんですけど、全然手に入らなくてね、で、業務用スーパーも行ったんですけど、あれ売ってなかったんですよね。で、店員に聞いたらね、取り扱ってないって言われて、はぁーって。お前、業務用スーパーのくせに白もつも売ってねえのこのクソみたいな。んでね。で、しばらく経って、あ、そういえばあそこに業務用スーパーのレベルに、商品置いてあるところあったじゃんと思って、そこのスーパー行ったら、なんと、今日見つけた限りで、まず白もつ普通にあったんですよ。お、やったーって、しかも、100g あたり48円ぐらいで売ってて、クソ安い白もつ、豚の白もつ。が600円ぐらいで売ってて、で、他にもですね、ものすごいのが売ってて、豚のタンですね。ベロが丸のまま売ってたんですよ。輪切りとかにされてなくて。包丁とかで切られてなくて、丸のままビローンって。長いベロがビローンって。あれで600円ぐらいで売ってて、はぁーと思ったのが、あと豚の豚足まで売ってたからね。豚足売ってたよ、豚足。豚足も600円ぐらいで売ってたよ。一本、一足600円ぐらいで売ってて。で、あと、俺が買ったのが、3匹130円ぐらいのやつ。カニですね。なんか丸ガニっていうらしいんだけど、カニ。これぐらいの甲羅の、これぐらいの甲羅のやつ。3匹。3匹で130円って安っと思って。で、買ってすぐ、味噌汁にしたらうめえと思って。めっちゃうまかった。丸ガニ。うまかったっす。あれ今度また売ってたら買おうかなと思いましたね。今が旬らしいですね、丸ガニね。秋から冬にかけてが旬らしいんですけど、
普通に、青森県産の丸ガニってやつ。まあ、丸ガニでググると出るわ。普通の渡りガニみたいなやつ。普通のカニですね。カニ、サワガニのでかいバージョンみたいなやつが売ってたんですけど、ほんとうまかったな、あれな。普通にうまかった。ただ、身は食うものがほぼなかったんですけど、結局、出汁ですね。あれは、味噌とかがすげえ、よく出てて、美味しかったっすよ。味噌味。カニ味噌がすげえよく出てて、味がね、出汁と、カニ味噌がよく出てて。一回ググったところによると、あれ、カニはね、こんぐらいのやつだったら、普通に一刀両断して、パカって、こう、一刀両断するんですよ、包丁で。で、それをぶっ込んだ方が、やっぱ、出汁が出やすいのと、で、あと、味噌がよく出るのっていう、かな、味噌に、味噌、カニ味噌がよく出るんで、あれ一刀両断した方がいいですね。俺、丸のまま、そのままピュッピュッピュッって入れたんですけど、あんまり、出なかったんで、後々、残ったやつを、こう、パカって、甲羅開いて、そんで味噌食べてましたけど、あれするよか、普通に、一刀両断した方が、良かったですね。で、どうでもいい話ですね。他にもね、レアなのとしてはね、豚のね、ハツが売ってましたね。豚ハツ。これレアでしょ。鳥のハツはね、割とどこでも売ってんのよ。スーパーとかだったらね。豚のハツですよ。豚ハツ。しかも丸のまんま、これぐらいのでかさ。レバーレベルの。豚レバーとかレベルの、でかさの、こんぐらいの、豚のハツ、いわゆる心臓ですね。こんぐらいのやつ売ってて。はぁと思ったな。あそこマジバネ。マジ業務用スーパーなんて目じゃねえよ。ただ全国展開しないらしくて。これ、名前言っちゃうとバレるんで、あれなんですけど。有名なんだと業務用スーパーってあるじゃないですか。ああいうんじゃないんですよ。もうね、謎ですね、あれは。店名もね、結構謎な。まあ、これは言え、店名は言えないけど、普通の、聞いたこともない、名前ですね。完全にね。まあ、いいよ、乾杯。あ、梨だ。あ、しかもこれ、洋梨だ、これ。これ、ラフランスとかの味だ。20世紀梨と。これ、洋梨だ、これ。洋梨の香り。てか、味。20世紀梨でググると、普通の梨ですね、これ。ただ、味とすると、洋梨ですね、これ。多分、20世紀梨は普通の梨なんだけど、この、チューハイの味が、どう考えてもこれ、洋梨の味ですね。新潟のね、有名な洋梨があるんですよ。ラフランスってやつね。全部カタカナなんですけど、ラの後に点が、ラ、点、フランスっていう、ラフランスっていう、有名な梨があるんですけど、あれ新潟だよね。あれとそっくりだわ。うん。うまい。これはうまい。ラフランス、懐かしいっすね、この味。はぁ、この味懐かしいわ。いわゆる普通の梨に比べると、洋梨ってやっぱり風味が全然違う、じゃないですか。だいぶ。うん。だいぶなんか甘いっ
ていうか、なんか、香りが全然違うんですよね。普通の梨に比べるとね。洋梨ってね。まあ、形も違うんですけど、明らかに洋梨の方が香りがなんか、なんていうんだろうな。なんかこう、甘ったるい香りっていうか、そんな感じの香りするよね。なんか、すっきりした香りじゃなくて。ラフランスでググりましたら、こういう、まあ、洋梨ですね。うん。ラフランス。これが新潟の有名な梨です。確かに。ラフランスは、フランス原産の西洋梨、かっこ洋梨の品種である。うん。日本における主な産地は山形県と長野県。あ、新潟じゃないんだ。普通に新潟だと思ってた。山形なんだ、これ。新潟じゃないんだ。へー、でも、結構、うちは食ってた気すっけどな。どうなのな。でも、ずっと俺苦手だと思ってたけど。まあ、あと柔らかいんですよね。梨がね。シャクシャクしてない、歯応えが良くないんですよ。デロンとしてるっていうか、やわこいっていうか、シャクッと音を立てないんですよね。洋梨ってね。ですよねって俺が説明するまでもないのか、これは。なんで俺説明してんだろう。で、甘みがめちゃくちゃ強いと。多分、糖度が明らかに違うんだろうな。普通の梨と糖度が明らかに強いんですよね。うん、で、よくネクターみたいな。桃のネクターっていうジュースみたいな、あれみたいな香りと、まあ、香りっていうか、トロトロさっていうか、トロトロさと、なんか若干あれと香り似てるんだよな。確かに、桃と梨とじゃ別物なんだけど、ネクターにどことなく似てる香りがするっていうの、ね、このラフランスは、ね。まあ、洋梨はね。で、昔よく食べましたけど、ラフランスのケーキとかも結構いろいろあって、うん。まあ僕は普通の梨の方が好きなんですけどね。普通のね、さっき言った20世紀梨とかの方が明らかに好きなんですけど、シャクシャクした食感がね、俺好きなんで。うん、ちなみにこの20世紀梨っていうのは、俺知ってんだけど、これ確か、トリビアの泉で見たんだったかな。20世紀梨っていうのは、ゴミ箱から採取された梨なんだよね、これね。ゴミ箱に捨てられてたん、ゴミ捨て場に捨てられてたやつを、見つけて、え、これ、品種違うんじゃねみたいな感じで、できたんだよね、確か。確か違ったっけ？20世紀。これ20世紀じゃないんですよ。らしいですね。ウィキペディア見ると、20世紀。20世紀ですね。青梨系の中生種で和梨生産の 13% を占める生産量第3位の品種。また、鳥取県産梨の8割を占める。20世紀梨ではなく20世紀梨らしいですね。あ、これですね。有名な逸話ですね。1888年過去明治21年に千葉県の松戸市に住む少年が裏庭のゴミ捨て場に生えていた小さな梨の木を偶然発見しました。
この梨は楕円で形が良く、薄緑色で美しく食べると、口にカスが残らず、今までにない甘くて多汁な梨です。だって。だから裏庭のゴミ捨て場に生えていた梨だったわけですね。うん。どういうことか全然わかりませんけど。こういうのって普通に見つけれるもんなのかね。今までにない梨が普通に生えてるってどういう理屈なんだろうね。どっかからも、だってどういうことなんだろうね、これってね。外国から来たやつが、そこら辺にポイって捨てて、それが発芽してってことなんですかね。それもわからへんけど。でも品種改良されてるはずやけどな。こういうのってどういうことなんですかね、本当に。だから、だって、日本にはもともとなかったわけでしょ、多分ね。で、ゴミ捨て場に捨てられてて、だって普通の梨じゃないわけですよね。これがわからんよね。うん。どういうことなんだろうね、これってね。もう勝手に品種改良されたっていうことなのか、そもそも、それとも品種改良して失敗したからポイって捨てて、誰かがポイって捨てたんか、ポイって捨てたやつがたまたまなんか、勝手になんかいい感じに育ったんか、なんなんか知らん。こういうのってどういう理屈でなるんでしょうかね。それがわからん。鳥取20世紀梨記念館なんてのあるみたいですね。へぇー20世紀梨記念館だって。はぁ、あ。ウィキペディアで見ます。正式名称は鳥取県立鳥取20世紀梨記念館。2009年に、梨っ子館という愛称が定められており、併用されている。こちらが2001年に開館したらしいですね。割と新しいですね。へぇだって千葉県と全く違うでしょ、鳥取県って。だって20世紀梨が発見されたのがさ、千葉県の松戸市でしょ。で、なぜかこれ鳥取県がなんか、二次世紀梨のなんか、生産地になってるけど、これ、ね、だいぶ謎だよね。これもね。千葉県と全く、かけ離れてるよね。この松戸市は、二次世紀梨の発祥地であるが、現在二次世紀梨は あまり栽培されておらず、香水などが主力、なってますね。うん、香水。香水は赤梨系の早生種で、和梨生産の 34% を占める最も生産量の多い品種で。ああ、これ俺食ったことあるわ。これうまいよな。これしか食ったことないわ、逆に。多分これ一番安い梨やねん。丸い梨。で、茶色い、皮が茶色いやつね。皮が茶色い梨ですね。二次世紀梨は皮が緑色っぽいですね。見る限り。皮緑色のやつ俺食ったことないかもな。俺新潟に行った時多分この香水ばっか食ってたで、多分。うん。茶色い梨。これ普通にうまいねん。シャクシャクしてな。これうまいよな。うん、多分俺これしか食ったことない。多分二次世紀梨は食ったことないと思うな。おそらく。
梨は大好きなんやけどな。本当にリンゴとかよか梨の方が絶対美味しいよな。みずみずしいしさ。で、うめえしさ、シャクシャクするしさ、シャクシャク感がまたいいんだよな。このシャクシャクっていうのが、うまいねんな。ただ高いねんな。果物ってもう最近さ、みんな高いよな。で、なんか若者の果物離れとかわけわからんこと言ってるバカはいるけど、あんなもん知らんねんって。金あったらお前果物買ってるわ、アホって。高いだけなんだよ、あんな。若者のさ、なんとか離れとかで勝手に言ってるけどさ。アホちゃう、あいつら。金あったらな、俺だってお前、スイカ、そうや、今年、俺スイカ、あ、食ったか。食ったな。スイカは、俺、今年俺スイカね、100円ショップで、100円ショップで買ったスイカ食ったわ、ローソンストア100で買った、スライスの、カットされたやつ。カットスイカ。それぐらいしか。3切れで100円とかのやつがあったから、お、安いじゃーんと思って買って食ったけど、別にうまくもねえし、しかも種が多くて、なんかイライラするな、あれな。食ってると本当に種なしスイカ一回食ったこと、種なしスイカ一回食ってみたいわ。マジで。種なしスイカ。一生で一回でいいから種なしスイカ食いたいな。しゃぶ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 ってさ、食いたいわ。もう種全く無視してさ、食いたいよな。マジスイカ種あるからうざいね、あれ。あれさ、で、種ガリって食うとさ、うえーってなるしさ、もう嫌やねん、あれ。かといって飲み込むのもなんか体に悪そうな気するからさ、飲み込まないでさ。あれ嫌だよなぁ、スイカ。うまいんだけどな、確かに。当たり前だけど、うまいね。ただ、一玉1000円ぐらいするやろ？で、高いから、で、しかも、一玉買ったとしても、冷蔵庫に入らんから、もうええわってなるじゃん。あんまり、スイカってなんだかんだで、そんなんたら、ほら、一個100円とかさ、のさ、こんぐらいのさ、桃食うわ、桃。俺、桃も大好きなんだけどさ。桃とかさ、まあ、桃かな。一玉、100円ぐらいで買えるやろ、桃だったら。そっちの方がさ、桃だったらさ、中心にこんぐらいのさ、種あるだけでさ、もう丸ごとさ、皮ごと食えんじゃん。で、しかもすっげえ甘いしさ、うめえじゃん。これ美味しいっすね。20世紀梨。20世紀梨ね。20世紀梨のチューハイ。ただこれ多分売ってるとこもないで、これ。どこにも売ってないで、こんな。これ製造者どこや、これ。参考食品株式会社が製造者ですね。うん。広島県の会社です。うん。広島の会社ですね。製造者。はい。4444です。ご視聴ありがとうございました。